横王子とは、奈良盆地を東西に貫く古代からの道。横王子と呼ばれた道は、奈良盆地南部の藤原家付近を通っていた道と、法隆寺付近から、現在の天理市、市の元付近までの道の二つがあり、通常は前者のことを指し、後者は北の横王子と区別される。伊勢本海道、横王子下津道との交差点である、八木札の辻社新中央の建物は、 旧旗後の東の平竹右側に横王子が通る。通常、横王子と呼ばれる道は、桜井市の三輪山の南から、桂木市の二条山付近まで東西にほぼまっすぐに設置された道である。南馬系と明日家系を結ぶ感道の一つとして整備された。別名として、伊勢街道とも呼ばれる。現在の国道166号線の一部区間、そのもの、 および国道に並行している。東側では、伊勢国への伊勢街道及び、初瀬街道に、西側では、泉国に至る竹内街道及び、長尾街道に接続する。神武天皇が墨坂の神に赤縦歩を、大阪の神に黒歩行を建てつったのは、領地を結ぶ横王子が、初期大和朝廷にとって重要であったことを示しているとされる。とが、アスカ、 藤原系にあった時代には多くの外交施設も利用した。江戸時代には伊勢神宮へのおかげ参りの参道として賑わった。横王子は東から上津、道、大志道、中津道、下津、道、高海道等と交差する。大志道以外は奈良盆地を南北に貫いている。川も東から山和川、寺川、米川、飛日川、蘇我川、 カツ川、高田川、九ズ、下川等をまたぐ。横王子から、北は川の流路が整うように見えることから、また、下津道と河海道の間が離れていることから、古代には、奈良盆地の真ん中に、湖ないしは、池のような湿地帯があったのではないかと、推測されている。北の横王子とされる道は、イカルガ町の放流寺付近から、天理市の市のもとまで、 まっすぐ東西に通っていた道であり、現在の国道25号線の一部と奈良県道192号、福寿横田線の一部区間に相当する。別名として、成平道とも呼ばれる。西側で、龍田越え奈良街道に接続する。横王子と、おかげ参り、歴史的資源、建造物奈良県大和高田市案内スポット、横王子。ありがとうございます。